毎度モンスター教育ジルトです。これね、今ね、あの毎度モンスター教育ジルトです言った経緯を話しますこの前いつだ、まあ、新年会やろうよって言ってて、うん、もう結構前々から予定組んでて、この前ご飯行ったんですよ、いろいろやと、はい、で、まあいろいろ話してて、じゃあまあまあこの YouTube の話とかなってね、あ、なったんですか、うん、やっぱ今のボクシングとかそう YouTube やってるいるじゃないですか、僕含めて、はい、でその話になった時に、はい、でまあ、僕がね、こう井上尚弥さんの名前もう数字持ってますからっていう話していや、そう、そうよねみたいな、なんかいろんな人俺のことでこういろいろ動画撮ってくれてるよねみたいな話になって、でなんか笑いながら、いやもうロイヤリティもらわないとみたいな言われたわけですよ。だから僕がもうそうね、でもそれぐらいよ、ほんますごいからって。だってこの間も100万再生だって、ここで感想を見て感想動画を撮った、なんやろ、何のひねりもない、ただ話してる動画が急上昇1位かあったじゃないですか。そうですね、で今120万再生ぐらいいったじゃないですか。もうその話になったわけですよ。でロイヤリティがって笑いながら言うから、いやほんまそれ渡さなあかんぐらいよねみたいな、いろんなこうYouTuber の方がって笑いながら言ってて、で今度俺の動画撮る時、あの前のモンスターって言ってよみたいな笑いながら言われたら、おお、やらしてもらいますよっていうことで、あの今回のちょっとオープニングの挨拶が前のモンスターっていうことで、まあ見てる、見てるかな見てる、うん、まあまあいろいろね、新年会で話してて、まあ今年どうなるかとか、まあ、裏話とかもいろいろ聞いたし、まあ言える範囲で喋れない範囲もやっぱりそれはある気になる、うん、まあお金のことかな、話せんっていうのも、はい、まあなんやろ、スポンサーとか結構企業の入ってるじゃないですか。それこそドコモとかマルハンとか、あー製薬も入ってたかな、今いろいろシックスパッドとか入ってるじゃないですか。もうそういう金額とか聞いたんですけど、えぐいすごい、へえ、うん、だからこうね、数字言っちゃうとやっぱ企業のね、スポンサーとのこの兼ね合いとかもあるから言えないですけど、いやすごかった、あはぁってなって、うん、まあ夢のあるあれだなと思ったし、あとまあ今年どういうマッチメイクするかとかもなんかもうね、ある程度ね、学校構想っていうかあるらしいんですけど、今まあ交渉してるってこうニュースでもなってるし、それこそもう多分この撮影の日には出てるね、フルトンとみたいな、でそれこそ WBO のランキング発表でスーパーバンタム1位にねランクインされて、でそのチャンピオンっていうのが、フルトンか、 WBC と WBO のチャンピオンかな、まあ、こうやるんじゃねえかみたいな、結構海外メディアもねニュースになったり、いろいろ話してて、でまあいろいろフルトンの話もなったんですよ。でまあやっぱね、階級スーパーバンタムに上げるってなって、バンタムが 53.5 キロですね、あ リミットが、でスーパーバンタム級っていうのがこっから 1.8 キロプラスの 55.3 キロなんですよ。でこのね話になった時に、やっぱねフルトンはねでかいって言ってた、なんか公式のプロフィールによると168身長あって、リーチが179らしいんですよ。そうリーチめっちゃでかい、え何センチぐらい、いやほんで井上尚弥が164ぐらいのリーチが172やったかな。もう井上尚弥もでかいんですよね、リーチとかも長いし手長いけど、それよりも一回り二回りでかい中で、まあ、そのサイズのことはやっぱ気にしてたんですね。だからやっぱ体作らなあかんっていう風に言ってたし、フィジカル面とかだからね、メディアでも言ってるんですよね、体大きくするっつって。だからね、過去にね、あのライトフライ取って、次スーパーフライか2階級上げた時のあのパフォーマンスっていうのはほんまにね、ライトフライの時と比べて体も大きくなって、すごいパフォーマンスでね、ナルバエスに2ラウンドか KO かでチャンピオンになった時のような、ああいう衝撃なね、階級アップに伴って、すごいこうレベル上がる期待も持てるけど、ただやっぱ本人はすごい気にしてたかな、そのサイズに。関してまあね、どういう展開になるかっていうのはね、まあ分かんないですけど、ただ期待としてはもう判定でもいいですね、自分は。とにかくスーパーバンタムで結果出してほしいし、まあいろいろね、あの陣営もそうやし、モンスター自身いろいろこう昨年ってこうチャレンジすると思うけど、これね話してて衝撃やったことが一つあって、はい、なんかね、本人は今のこのバンタム級で4団体統一したじゃないですか、はい、ライトフライ取ってスーパーフライ取って3階級制覇してバンタムでも4団体統一王者になったじゃないですか、やのに、いや俺さみたいな、バンタム 4団体統一したけどさみたいな、自信持てないんだよねみたいな、どういうこと、そうどういうことになるじゃないですか、どういうことみたいな、いやさ、なんかね、スーパーバンタムで4団体統一できればえ、なんか多分自信持てると思うんだよねみたいな、こいつは何を言ってんだ
もう名店よね。なんか本人的にはやっぱね、そうすごいこう歴史史上初バンタム級での4団体統一で、でねパウンド・フォー・パウンドでも1位で評価得たりとか、そういう選手やけど、こうすごいこう慢心することなく今のこの結果に対して自信持ててないらしいんですよ。いい意味でやと思うんですけど、でももっともっとだから俺はスーパーバンタムで初めて取って初めて自信持ってこう胸張れるじゃないけどみたいなことを言ってたんですよ。何もやなこいつと思って。いやなんかねもう恥ずかしかったこっちが。自分でも2階級取って世界戦9回かなっていう話になった時に、井上がね確かね19回現時点でやってんのかな、間違えたすいません、多分それぐらいって言ってて、いやそれだけのことをやってるのにまだ自信持ててないんやっていうのでちょっと衝撃やったから、スーパーバンタムにかける思いっていうのが尋常じゃないなって思ったから、めっちゃ楽しみやなっていう。まあ自分もね、あのおそらく階級もフライ級に上げてまたチャレンジっていうキャリアになると思うけど、なんかね、いろいろもう過去に上げて上げて、で今回はまたバンタムからスーパーバンタムに上げるから、いやまたケツ蹴られたっすね、いやすごいなみたいな。彼の場合こう話してて、ここがすごいなみたいな、いやだからマインドとか今のマインドもそうやし、俯瞰的に見れてるんじゃないですかね、こういう物事だから。すごい視野も広いし、求められてるものっていうのも理解して今のこの現状スーパーバンタムでチャレンジっていうのを成し遂げようともしてるから、まあねバンタム級で4団体統一ってもうやることを終えたっていうかね、相手もいないっていう中での会見アップやから、自分とまた違うじゃないですか。自分はあの前回統一で負けちゃってどうするか、じゃあ会見上げてチャレンジっていうのと、やることを終えた4団体統一してからのスーパーバンタムじゃないですか。もう尋常じゃないなみたいな、怖くなりました。怖っみたいな。まあそんなね、いろいろ YouTube の話だったり今後の話だったりとかいろいろしてて、そうで、まあスーパーバンタムあとはね他の選手のことだったりも話してて、それこそあれよ、カシメロの話だったっすよ。はい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 、ピルネロ自身はカシメロに対して評価してた。ベルト内カシメロとやる意味はないみたいな、結構前の記事メディアで発信してたけど、ただカシメロの実力だったりっていうのはすごいこう認めてるとこがあって、いやカシメロ強いと思うよっつって、井上尚弥が予想っていうか、多分俺的にネリとやってもカシメロが勝つと思うって言ってたんですよ。であのネリとやっぱカシメロの怖さっていうのはやっぱ一発のパンチあるし、すごいそういうことについては言ってた。いやカシメロパンチもあるし、こうなんやろね、野生的じゃないですか、いきなり飛び込んで打ったりとか、体も多分丈夫やと思うし、その一発の怖さがあるし、まあ、ネリもねもちろん一発の強さあるけど、モンスター自身はネリよりもカシメロの方が強いんじゃないかっていうのがすごい興味深いこと言ってて、すごいこう冷静に見てんなっていう、カシメロに対してもせえし、まあ、ネリについても。ただまあベルトを持ってないカシメロネリに対しては、まあ、やる意味はないやろうなっていう俺も思うから、まあね日本のボクシングファンの方はねみたいでしょうけどね、まあ、今年 あのファイトマネーの話だったりもいろいろ聞いたんですけど、ある程度の保証額っていうのがもう決まってるらしいんですよ。目ん玉もちょっと出ましたもうなんか税金ばっかり持って帰そうです。いやほんとね、いやすげえなーって思ったね。そんなこうねなんてない話のうちのしまして、僕のプライベートのことだったり、はい、あこの動画上がってる頃にね僕が結婚したってことが出てるから結婚のこととかもいろいろプライベートの話もしてて、いや結婚もうこの前飯食った時か、今度入籍すんねんってこの日すんねんつって、いやもうすごいめでたいなみたいな。でも彼はね同い年やけど結婚も早くにして子供3人出て良きパパじゃないですか。で本当あの家休みのおいでよって言ってくれてたんで、ちょっと祝ってもらおうかなと思って。あーいいっすこの動画見てるからここまで何の祝いしてもらおうかな。えじゃあ逆にこういうちょっとなんかなんだろう欠点みたいなのないんですか。欠点時間にルーズとかそういうのないんですか。時間にルーズ、いやあーでもめちゃくちゃルーズっていうわけじゃないけど5分ぐらいの遅れとかある。でも許容範囲じゃないですか、うん、それ20分30分とかじゃないから、うん、それこそ車で来てるから駐車場とかあるやろなって、それぐらいのはあるけど結構マメ、連絡とか返信とか、そうあの連絡もマメで、なんやろそれこそこの新年会やろうよこの前見せてた新年会も結構年末ぐらいから、いや来年新年会やろうねっていう連絡来てやるやろうっつって、でまあ俺も何日候補日送ったら、じゃあこの日ってもうすごいピンポイントで、この直前になったらあの店ここに予約したからとか連絡来たり結構マメにやり取りっていうかやれるかなっていう。欠点あるかな。弱点知りたいっすね。弱点完璧な像しか見えない。なんやろ朝に弱いとか。分からん。えけど深夜まで起きてるとかそういうのは。あでもそうね、
全然ある、でもメリハリですよね。やるときはやるし、遊ぶときは遊ぶっていう感じなんで。そうだな、いや思いつかへん。そんな探しとこう。まあね、だから結構いろいろ話してプライベートのことだったり、自分が結婚するって喜んでくれたし、そうで、それこそまあ、アキちゃんのことについても知ってたらしいんですよね。SNS 活動してるから、はい、彼女がねしてるから、え、俺去年ぐらい見てたよみたいな。だから結構インスタグラムとか TikTok とかでもまあ出てたから、はいはい、見て、いやこの子すごい面白いねみたいな、もうコウキと話してたんだよみたいな、あのいとこのコウキさんと話してたっていうのを自分のね子供知ってたから、いや面白いなっていう。人生何が起こるか分かんないね。まあ今回はね、いろいろについて話したけど、まあ今年のね、いろいろあのこのスーパーバンタムでか、ね、チャンピオンに返り咲く、返り咲くって言うんじゃないな、負けてないからチャンピオンになるのかっていうのと、まあ、僕自身も返り咲かないとなっていう年なんで、頑張らないとですね。見てくれた視聴者の皆さんのコメントで、ぜひ誰と見たいとか、いろいろあればね、どういう相手をやるのを見たいとか、そういうコメントをぜひお願いします。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバイ。